毎度、いつもありがとうございます。ヒッシーです。エピソード12、裏切りの容疑者ですね。これ痕跡ゼロで、またまたやっていきたいと思います。まだね、これ痕跡ゼロ達成してないんです。ただまあちょっといろいろ練習して、そろそろいけそうかなってところですね。おい、音を鳴らしてこっちから走り抜けるって感じですね。おいでー、よいしょ。こいつに怪しまれると、ほいで、こっちに様子見に来るんで、よっしゃ。でとりあえずね、もうさっさとここは、段ボール配送で、現場まで行きましょうという感じですね。サクサクサクと段ボール配送の場所まで行っちゃうという、そんなとこですね。でここでたまに結構、まあ、そこそこの確率でヘリに見つかっちゃうことがあるんで、気をつけなあかんというところですね。走って飛び出したりすると割と見つかったりするんでね、気をつけなあかんところです。ほんで、でここで段ボール配送できるところなんですけど、音鳴らすと無理なんでね、ゆっくり何にも当たらないような感じでここまで、オレンジのとこまでやってくるっていうところですよね。でサクッとベースキャンプのとこまで行けますと。こんな感じで、さっくりと来れちゃいますね。2分ぐらいでヒューイの近くまで行きます。でこっからですよね、まあ、ここはまあまあ、敵もいないので、走り抜けたらええかなってとこなんですけども、これも状況によりけりですかね。敵いるときはいるっていう感じでしょう、おそらくね。でここにスナイパーがいたりいなかったりですね。どっかにおるはずなんですけど、多分死角でどっかに行ってる感じですね。見えてない感じです。マーキングできそうなやつはやっておくって感じですね。あともう一人おらんかな、2人ぐらいいそうなんですけどもね、いないですね。あ、おった、おるがな。ほい、オッケーで、この辺におる。こっち向いてるね。向こう向いてくれたら一番いいんですけどね。スナイパーおった、オッケー。向こう向いてますね今。でホールドアップ一回チャレンジしてみましょうか。ゆっくり近づいてって、あ無理や、おい、はぁ、言うてますわ。あれ誰もおらんみたいな感じになってるんでしょうね今ね、多分。気のせいかみたいな。で多分警戒態勢にはならないですね。でこの奥にヒューイがおるんで、こいつらをやり過ごしたいんですけど、なかなかね向こう向いてくれないんですよね。なので回り込みます。ビッグボスの陰口を叩いておりますこいつらね。おい、おい、話が終わるとまだ向こうに向くので、こいつらの後ろからゆっくりと回り込んでヒューイの元へって感じですね。オッケー、さあこっからどうしようかないう話なんですよね。ここからが難しいんですわ。あで、ちなみにリフレックスモードはオフにしている状態ですね。
多分なんですけど、強制的に、誰やサヘラン先生に見つかるとこがあるんですよね。そこを多分リフレックスオフにしてないと、見つかってしまう扱いになるんじゃないかなというとこですね。ちょっとわかんないですけども、多分そうなるような気がします。スカルズも確かそれでリフレックスオンにしてるオフにしてないで痕跡ゼロになるならないが左右されたはずなのでね。 OK、 こいつもう一回ふい。滑り落ちんのかい。オッケー、あそこか。結構やりづらいですね。よいしょ。いけるかな。このまま一発でホールドアップできたらいいんですけどね。いけた。ほい。OK。頭の袋を取ってくれ。息ができない。僕を助けに来たんだ。苦しい、スネーク。アナリシスコンプリート。さて、どうしましょうかね。なんとか。こっち側から回り込んでいきたいっていうのはあるんですが、僕たちは仲間だ。今と運命を共にする仲間だな。ちょっとヒューイ黙っててくれるかね。でホールドアップできますように。 OK。 まあ無理やったらヒューイを投げ飛ばして無力化しようかなって思ってたとこではあるんですが、なかなかね隙だらけになるんでね、できれば一発でホールドアップできるのがいいかなというとこです。ほいで、あ、え、あ、こんなとこに見てはるのね。できるか。あ、いけるね。運がいいです。走っても大丈夫かな、そろそろ。さあ、サヘラン先生に見つかる見つからないの話があるんで、その辺をどうするかですね。あんまり走りすぎると見つかるんでね。よいしょ。OK。
ケイ。おっしゃこれでいけるはず。ヘラン先生からも今のところうまいこと逃げ切れてる感じのことにはなってるはず。で、おそらくここで痕跡ゼロを逃したと思うんですけど、ここでこれを撃ったらダメやと思うんですよね。武器を使ったことになるんで痕跡が残っちゃうっていう、これは多分撃ち落としてはいけない。で、ここはイベントで、このリフレックスモード中ですね、ここは撃っていいっていうことやと思うんですよ。で、多分これでおそらく痕跡ゼロになるんじゃないかという仮説の段階ではあるんですけどもね。このリフレックスはイベントリフレックスみたいな感じです。で、多分リフレックスモードをオンにしたまんまだとこれはもしかしたら痕跡ゼロにならないのかもしれないですね。今のところリフレックスモードは、オフにしているような状態で今の感じになったんでね。さあ結果はどうでしょうか。あ、つかへんのか。どうすんねやろ。じゃあえー、調べんとダメですね、これは。これで撃たんかったらどうなるかですよね。まあそんなありますよねっていう。マジか。はい、というわけでいろいろ試してみたんですが、痕跡ゼロ無理でしたね。機銃を使わなければ、やられてしまいますし、で、馬乗ったまんまね、そのまんまミッション圏外に行くと、まあ、それはそれでダメなんですね。ゲームオーバーなんです。なので、ヘリには乗らないとダメですし、絶対サヘラン先生との戦闘は避けられないっていうことで、
あいや痕跡ゼロできないミッションがあるのかどうかわからないんですけども、まあ個人的にはなかなかええ感じでクリアできたかなと思ったので、まあ痕跡ゼロはならなかったですけどええ感じにクリアできましたみたいな、そんな感じの動画ということでアップロードしようかなと思います。ちょっとねこれ また情報があって痕跡ゼロできるパターンがあればちょっと乗っけようかなと思うんですけども、一旦はちょっと痕跡ゼロを目指して頑張ってみたけど、ならなかったんだけどええ感じにクリアできたと、いうとこで今回エピソード12ですかね、裏切りの容疑者はちょっと一旦終わっとこうかなと、思います。痕跡ゼロできないミッションがあるんかどうかっていうことですよね。なんか難しそうなのは何個かありそうですけどね、痕跡ゼロ出なさそうなやつは、あるので、まあそんな感じで、今回のところは、できるだけ頑張ったということで終わっとこうかなと思います。また痕跡ゼロできたら、ご紹介するかもしれません。はい、そんな感じです。ではではまた、お会いいたしましょう。さよなら。